スマップ公開処刑2800日前からジャニーズ崩壊は始まった。ファン劇キ金プリ分裂でも繰り返された創業家の因果応報今年3月、A 公共放送 BBC のついに国連が動き出す騒動にまで発展したジャニーズ事務所の創設者ジャニー北川氏、去年87による所属タレントへの加害問題。 騒動は収束することなく、ジャニーズ事務所が9月7日に行う現社長でジャニー氏の名である藤島ジュリー景子氏57の退任が発表されることが確実視されている。ジャニーズ事務所が設置した外部専門家による再発防止特別チームが8月2年では、ジュリー氏の代表取締役社長辞任と同族経営の弊害の防止、 ジュリー社長への辞任勧告も行なっていたこともあり、1962年に立ち上げ、ジャニー氏とその姉のメリー北川こと藤島メリー安子氏、今日のジャニーズ事務所は、ついに創業家経営の解体を迎えることになりそうだ。芸能プロ幹部は話す。ジャニーズは、その他のタレント事務所とは一線を画す帝国でしたが、いよいよですね。 2019年にジャニー氏、2ベンの対処が相次ぎ、メディアへの影響力も弱体化していっていた印象を受けていましたが、ついにここに来て創業家が作ったジャニーズは解体となる。そして、最終的にここまでジャニーズ事務所が由来16年のスマップ解散騒動にあったと関係者の間ではもっぱらですね。2016年1月、 各スポーツ紙でスマップ解散説が報じられた。当時のスマップはジャニーズどころか芸能界でも頭一つだっただけに日本中が注目する大騒動となったが、その後事務所がスマップメンバーに行わせた公開謝罪が現在まで過言を残すことになっているという。2016年1月18日にフジテレビ系で スマップは解散説で世間を騒がせ、関係者にも迷惑をかけたことを生放送で謝罪しました。しかし、その放送内容は事務所側の木村拓也4人という驚くべき演出になっていた。発言、立ち位置、衣装から明確に区別する異様な演出で、木村さん以外の4人、中井雅宏さん、51、稲垣剛さん、49、 香取慎吾さん46が、キョロな表情であったことからも、非難の声が殺到。放送機構、放送 EPO には同月中に約2800件の意見が寄せられたといいます。ワイドショー関係者。